さあ始まりました、ボールジャグリングのシーズン2、今日はその4ということで最終回になります。今日やる技は、ファクトリー、またの名をロボットと言います。それではですね、実演してみたいと思います。いきます。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。これが、ファクトリー、またの名をロボットと言います、ね、本当にシーズン2のその2あるじゃないですか。まずワンアップツーアップね、ワンアップツーアップ、そしてその後にやったマイム、やっぱりこれがちゃんとできるようになってから進む技なんですよ、ロボットは。はい、ファクトリーは。なのでコツとしましては、やっぱりこのマイムがしっかり安定しないとダメですね。で、マイムができたら、まあ、ここに手を持ってくることがもうできてるっていうことなんです。これ手を離すだけなんですよ。まずマイムを安定させることですね。だから、まあ、その順番的にはその4になってます。ぜひですね、まあ、基本的にはこのワンアップツーアップからホッホッホッみたいな感じですね、右に動かせるマイムを練習すれば、できると思いますので、ぜひやってみてください。スバルからのその2、ワンアップツーアップ、その3、マイム、そしてファクトリー、ファクトリー、そしてこの流れになります。基本的にはですね、パート1の最後のフィニッシュは基本的に両方で持って手と顔でアピールしましたよね。パート2というかですね、このシーズン2の最後の決めは、そうですね、例えばなんですけども、首の後ろでキャッチしてみましょう。どういうことかと言いますと、最後の今日のその4、ファクトリーからですね、ファクトリーからカスケードに戻って首の後ろ、コツはまずこういうふうに手をしっかりと鳥のようにする、これ肩甲骨が上に上がってくるので落ちなくなります。そして首を上にすることですね。で、しっかりと、しゃがむことですね。これがしっかりできていれば、はい、これがしっかりできていれば容易にボールを止めることができます。なので、今日はこのロボットファクトリーと、ネックキャッチ、このシーズン2のこのワンパッケージ、ぜひ皆さんも練習してみてください。シーズン1で決めて、シーズン2で決める、そしてシーズン3もまた始まりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録もお願いします。今回のご視聴本当にありがとうございました。